コーラックは日本の大手薬品メーカーである大正製薬から発売されている便秘薬のブランド名。ピンクの小粒、コーラックのキャッチフレーズで知られている。重度の便秘でも効果がある便秘薬として知られ、薬局やドラッグストアなどでも常駐されている薬品である。女性に乗用車が多い。コーラックはもともとアメリカ合衆国の製薬会社、 リチャードソン・ブイックス社の製品であった。1985年に日本ブイックスの親会社であるリチャードソン・ブイックス社がプロクターギャンブルの参加となり、1988年春にその日本ブイックスが社名をプロクターギャンブルヘルスケアに変更したため、これ以後は P&G の製品として販売された。1994年に p G ヘルスケアと新しく P&G 参加となったマックスファクターが統合され、販売元がマックスファクターに変更されても、引き続き P&G 製品として販売されていた。1997年に P&G が事業再編に伴い、日本におけるコーラックの全事業を対象製薬に売却し、現在に至っている。なお、日本以外の コーラックの事業は引き続き P&G が行っている。2017年4月に全製品のパッケージが刷新され、コーラック、コーラック2、コーラックファースト、コーラックハーブは従来の横型から縦型となった。コーラックは便秘薬の中でも春下剤と言われる部類の下剤である。効能はかなり強く、通常服用量は1日1回以上だが、 初めて服用する場合は最小量の1錠からがいいと言われている。主な成分はビサコ汁であり、胃で溶けずに腸で直接作用して、刺激によって腸に全動運動を起こさせ排便させる仕組みになっている。強力な効能の下剤ゆえに、腹痛や下痢などの副作用を伴うことがある。また、癖になりやすいと言われており、常用すると量を増やさないと効かなかったり、残便感や、 腹部の張りを強く感じたりする。特に毎日のように服用するとすぐに効かなくなってしまい、服用量が増えていく傾向にある。さらに通常の服用量をはるかに超えて、1日に数十錠から100錠以上を服用しなければならなくなったり、作用によって下痢をして排便をすることが快感になって止められなくなってしまう。下剤依存症に陥る場合があり、常用には、 注意が必要である。上記の症状は、インターネットの2チャンネル等に、下剤乱用をする人のためのスレッドにおいて、多数見受けられる。同時に、接触障害を患っている場合も多く、サプリメントと同じ感覚で服用している場合や、ダイエットのつもりで服用している場合などもある。なお、日本ス時代と P&G 時代は、有名タレントは起用していなかったが、 1987年頃にモデル女性の吹き替えとして声優の小山真美が起用されていた。現在対象製薬が販売している QP&G の商品その他の QP&G の商品。ありがとうございます。